メイコール気球ニューヨーク近代美術館トルコ石色の花瓶の花個人像ビーナスの誕生オディロン・ルドンは19世紀後期から20世紀初期にかけて活動したフランス人画家である本名ベルトラン・ジーン・ルドンボルドーで生まれ出生地及び近郊の町で育つオディロンは1840年4月20日南フランスの大都市ボルドーで生まれた本名は ベルトランジャンルドンといい、ファーストネームの第一構成名、ベルトランは、父ベルトランルドンのファーストネームを引き継ぐ形で、命名された。しかし、もっぱら用いられたのは、母、マリーの通称、オディーユに由来する愛称、オディロンで、自他共に修正この名を用いた。裕福な家庭であったが、生後二日目にして、ボルドー近郊のマチペールイコールルバードへ里子に出され、11歳。 までの少年期を寂しい田舎の地で親元を離れて過ごしたとされる。病弱で内向的な子供であったという。子供の頃から絵を描き始めるが、父親の意向もあって、建築家となるべくエコールでボザールの試験を受ける。しかし合格することは叶わず、建築の道は諦めざるを得なかった。なお、弟のガストン・ルドンは長じて建築家となり、世に作品を残している。 20歳の頃、植物学者、アルマン・クラボーと知り合い、顕微鏡下の世界に見せられるようになる。後に、オディロンが制作した版画には、植物学の影響が見られる。版画集、夢の中で、は、クラボーに捧げたものであった。1864年、パリに出て、ジャン・レオン・ジェロームに入門するも、数ヶ月で辞め、ボルドに戻って、 放浪のボヘミアン画家として知られた同版画家ロドルフ・ブレダンの指導を受ける。また、1878年頃にはアンリ・ファンタラ・トゥールから石版画の指導を受けている。1870年、不仏戦争に従軍。1872年からパリに定住する。1879年、初の石版画集、夢の中で、を刊行した。 1880年、カミリー・ファルグと結婚。1882年には、ルゴーロワ新聞社で、木炭画と版画による古典を開催している。また、ユイス・マンスラに注目されている。エドガー・アーラン・ポーの作品を意識した2番目の、石版画集、エドガー・ポーに、を刊行したのも、この年であった。1886年には、待望の長男ジャンが、生まれるも、 わずか半年で亡くなってしまい、オディロンの画風は以前にも増してうつうつとしたものになっていった。ところが、3年後の1889年に、次男アリが生まれたことで、オディロンの人生模様は一変する。画業についてもあくる1890年頃から、作風が大きく変化し、豊かな色彩を用いるものになった。1904年、65歳の時には、 レジオンドヌール勲章の受賞者になった。1913年には、米国のアーモリー賞で一出を与えられ、展示した。最晩年になって、順風満帆な人生を終えると思われていたオディロンであったが、1916年、風をこじらせ、パリの自宅で命を落とした。第一次世界大戦が激化する中、兵士として招集されていた、ジダンシアリが、消息不明になってしまい、 弱い76の身でありながら、愛測史の手がかりを求めて、方々を探し回るうちに体調を崩してしまったという、悲しい最後であった。オディロン・レドンは、印象派の画家たちと同世代であるが、その作風やテーマは大きく異なっている。光の効果を追求し、都会生活の一コマやフランスのありふれた風景を主な画題とした印象派の画家たちに対し、 ルドンはもっぱら幻想の世界を描き続けた。象徴派の文学者らと交友を持ち、象徴主義に分類されることもあるが、19世紀後半から20世紀初頭にかけてという西洋絵画の歴史の最も大きな転換点にあって独自の道を歩んだ孤高の画家というのがふさわしい。初の石版画集、夢の中での頃から当時の生理学や科学が投げかけていた。 疑問、問題意識である不確かな夢や無意識の世界に踏み込んだ作品を多く発表した。それらは、断頭や目玉など、モノクロの版画であることもあって、絶望感もある、作品群であるが、人間の顔を備えた植物のようなものや、動物のような顔で笑う雲など、どこか愛嬌のある作品も描いた。鮮やかな色彩を用いるようになったのは50歳を過ぎてからのことで、 油彩、水彩、パステルのいずれも色彩表現に優れているが、中でも花瓶に刺した花を非常に鮮烈な色彩で描いた一連のパステル画が知られる。日本国内では岐阜県美術館がルドン作品を数多く所蔵している。ありがとうございます。